YouTube ではなくて Twitter にて心温まる話を見つけました。今密を避けようっていうことで人とのつながりを避けようっていうふうな人がいる中、ヒッチハイクで自分の家に連れてって、自分の家の駅の近くに送ってくれた人、本当にありがとうございましたっていうふうに書かれているツイッターです。この人がいつも送り迎えしてくれる父親がなかなか来なくって、お母さんがおかしいと思ってヒッチハイクをしながら駅の方に送ってくれる人をずっと探してたけれども、なかなか捕まらない中、車の中を整理して母を乗せるスペースを確保してくれて駅まで送ってくれたという方がいたそうです。でもその後なかなか父親が来なくて、ずっとおかしいと思っていた理由は、家に帰ったらもうすでに父親が亡くなっていたそうです。少しでも早く亡くなった父親に、父というかこの人にとっては旦那さん、まあこの投稿しているアフロさんは両親、そして少しでも早く発見できてとても感謝しています。お名前も聞けずその方へお礼をすることができません。それでも感謝しかありませんっていうふうに書かれています。今まあ密を避けよう、3密を避けようっていうふうなことが広がっています。そして北海道といえばもうかなり感染者も出ている。そんな中でこの人のために荷物寄せてスペースを確保して駅まで送ってくれた、まあ普段ならまあ結構誰もがやるんですけれども、もうこんな時正直言ってまああの人かかってるんじゃないかとか、自分もかかっていたらどうしよう、であの人がもしなくって自分がかかっていて、そして自分がコロナにかかっているかもしれない、その人が何でもないのに自分がコロナをうつしてしまったらどうしようっていうことで避ける人もいる中、この人は送ってくれたということでした。もうねこの人の書き込み見て、このおじさんがどんだけ素晴らしいことをやってくれたか、もうこの人にとってはもう神様に近いですよ。もうねこの人本当に会わせてあげてほしい。誰か本当にこの人の、この40代から50代のおじさん、その人が心当たりがあったらこの人にすぐ教えてあげてください。